今週のゴーゴー岩手は天津木村のどっかええとこありますか。今回は金ヶ崎町にお邪魔しました。いやー、ええ匂いでした。そしてこんなものにこんなに乗れるんだというものにも乗りました。そしてがっつりいけるご飯にも会いました。楽しかったなー。ゴーゴー岩手は12日朝7時30分からです。見てねー。